ついにプロ野球ファンの待ちに待ったペナントレースが始まりました。12チームによる日本一を目指す戦い、今日から始まっています。読売ジャイアンツはベイスターズを迎えての開幕戦となります。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ里崎さん、開幕ということで球場の緊張感、この放送席まで伝わってきてますよね。いや、解説者としてもドキドキですよね。でも声の準備はできてますよ。はい、里崎さんも準備万端、いよいよ開幕です。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう打ちました。坂本アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている宮崎。まずはワンアウトを取っています。外れてフォアボール、ワンアウト。ライト方向を流しました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ三遊間ライナーを抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。いい形でアウト。このピンチ見事三振を奪いました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。低めのいいところでしたからね。ここは手が出ませんでしたね。ベイスターズ丸が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本。今永、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。掴んで2アウトです。クリーンナップが登場します。バッター外、2アウトになっています。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。取って3アウトです。この回2回の表、ベイスターズの攻撃。打順は6番ロペス。さて今日からペナントレースが始まりました。2球目打ちました。ヒットになった。今シーズンの初打席で初ヒット。さあ勝負してくるのか。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。ファーストが構えます。岡本抑えてワンアウト。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている峰井。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。セカンドが落下点に入ります。バッターは今永。2アウト打ちました。坂本が掴んで3アウトです。2回の裏、さあジャイアンツこの回は4番から始まります。2球目打ちました。取った、アウト、ワンアウト。バッターボックス岡本、今永、まずは先頭バッターを打ち取っています。ショート取った、2アウトになりました。バッターボックスには6番菊田。ツーアウトランナーありません。いいや、破りました。センター前、ランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁。バッターは7番に引っ張った。ここは打ち上げています。最後はライトフライ掴んで3アウトです。里崎さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね。いきなりトップバッター、これが2球目。2球目打ちました。ショートの横抜けた。ジャイアンツピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。このピンチ見逃して三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。まあ今の組み立てはね。外のボール打っていった、掴んで2アウト。2アウトランナー2塁1塁と変わっています。さあ右中間へ、ワンバウンドヒットになった。先制のランナーが3塁を回った。セカンドランナーホームイン、ベイスターズ先制。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ追っつけて打ちました。さあどうだ、パーラが掴んで3アウトです。しかしこの回、赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。打ちました。ショートうまくさばいてアウト、ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の菅野がバッターボックスです。打ってやろうという意欲は見せてほしいですね。そうですね。打順は1番に帰ります。バッター丸、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でした。打ちました。センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。反撃、4回の表、4回に入っていきます。7番から始まるベイスターズの攻撃。
大和がバッターボックスに入ります。ライト方向を流しました。取ってワンアウトです。バッターボックスは8番峰井。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。まず三遊間抜ける、ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあ見逃して三振です。引っ張った、うまい、素晴らしい守備を見せてくれました。見事なジャンピングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやーこれはかっこいいですよね。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターボックス坂本、先ほど高めのボール打ちました。伸びていく、どうだ、入れば同点、入った、ホームラン、同点のソロホームランです。ジャイアンツこの試合を振り出しに戻す一発になりました。追い込まれてからのストレート、インコースをうまく逆方向へ流しスタンドまで持っていきました。同点に追いつきましたジャイアンツ。1対1、鮮やかなホームランを見せてくれました。ご覧いただきましょう、見事なホームランでした。そうですよね、完璧に捉えてましたからね。試合は振り出しに戻っています。バッターボックス外、ジャイアンツホームランで同点としています。赤星さん、センターに抜けました。ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。やっぱりインサイド、弾き返した打球はレフトへ、レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスは5番岡本、先ほどの打席はインサイド打ち上げました。詰まりながらも右中間へ、ライトが取りました。2アウトです。6番バッター菊田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ジャイアンツこの回同点となるホームランが出て空振り三振。里崎さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開どのようなところがポイントになって、インコース打ちました、いい当たり、これはどうか、ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張ら、引っ張った、詰まりながらもレフトへ、この打球はフライになっています。レフトが取りました。さてここはどういうピッチングになるんでしょう。三振になります。2アウトになっています。打ちました、取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー、赤星さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の点見逃して三振です。ワンアウトです。バッターボックス小林、振っていきましたが三振、2アウトになりました。さあ4球目は何か、打ちました、ファーストうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。ゲームは6回の表に入ります。ベイスターズの攻撃、バッターボックスは6番ロペス、打ちました、これはどうだ、センターへ抜ける、これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。厳しいコースだったんですが打ちました、セカンド取った、2塁アウト、1塁転送アウト、ダブルプレー。打席には8番バッター峰井、前の打席ではスライダーを打たれたんでね、ここはその使い方、打ちました、高いバウンド、ファーストゴロ、一塁アウトで3アウトチェンジです。この配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。6回の裏、ジャイアンツ打順よく1番から始まります。バッターは丸、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになった、打ちました、伊藤、アウト、ワンアウト、打順は2番坂本、先ほどの打席で同点となるソロホームランを放っています。チームにとっても貴重な一発でしたよね。はい、ま、これが3球目、打ちました、これはファーストライナー。この里崎さん、今日はここまで素晴らしい投手戦になってますね。そうですね、まあ本当に見逃し三振、まず一つアウトを取りました。打順はトップに帰って桑原、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。前の打席は打ち取りましたけどタイミングは合ってますからね。さあ外してくるのか、
打ちました。セカンドが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回赤星さん、こういった状況ですから先に点を取って勝ち越した方に一気に流れが傾いてしまうということもあるんでしょうか。もちろんそうですよね。ですから打ちました。一二塁間を破る。平、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返していきました。いや本当にうまく反応しましたよね。バッターは5番岡本。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでした。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。セーフ。盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これで勝ち越しにぐっと近づきましたよね。レフトに持っていった。ぐんぐん伸びる。掴んでワンアウト。中継にボールが送られる。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには菊田が入ります。いいバッターが続くと。ストレート打った。ショート取った。一塁アウト。ランナーは変わらず二塁です。つなげなかったですね。まあただね、次が彼ですから期待していい。空振り三振。前にボールを飛ばせません。ここはチャンスをものにすることができませんでした。8回まで来ました。 DeNA ベイスターズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。デリンジャーバッターボックスに入る。三振です。ワンアウトです。打席には4番バッター伊藤。今日はまだ当たりがありません。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。菅野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。厳しいコースだ。さあまず1球目。初球打っていった。高く上がった。ここは打ち上げています。ファーストフライ抑えてアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッター強い当たり。セカンド取った。一塁アウト。これでスリーアウト。ランナー出ました。8回の裏ジャイアンツの攻撃。打順は8番小林。先ほどの打席3球目打ちました。センターライナー掴んでまずワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の菅野が打席に入ります。まあ好投はしてますがチームとしては代打で点を取りに行きたいところですよね。バッターボックスには代打の石井。さあ赤星さん、ここは何を期待されますか。まあランナーいませんから、ここは当然出塁することを考えなくてはいけませんね。そうですね。この起用に応えたい。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。セカンドが構えます。取ってツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター丸。今日はまだ打ちました。セカンドうまくさばいて一塁アウト。スリーアウトです。この回ジャイアンツ3人で外してくるのか。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。厳しいコースだ。肩が強いキャッチャーなんでランナーはちょっと高めのボール打っていった。ショートフライ掴んでアウト。ワンアウト。バッターボックスには代打の高城。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになりました。ランナーは変わらず1塁です。打順はトップ打ち上げました。掴んでスリーアウト。ランナー出ましたがベイスター9回の裏ジャイアン。さあ赤星さん、この攻撃に期待したいですね。先頭バッターの仕事が大事に。外の球打った。セカンドの左取った。一塁アウト。バッターは3番ソト。先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。打った。ワンバウンドヒットになった。センター前ヒット。これでマルチヒット。厳しいコースだったんですがここで声をかけました。さあ注目しましょう。初球から打っていった。大きいぞ。サヨナラなるか。入った。さよなら。
平、さすが4番の一振り、今シーズン第1号のサヨナラツーランホームラン。これがチーム2本目のホームラン。今サヨナラのホームイン。東京ドームからお伝えしてまいります。まずは里崎、これが1球目、引っ張った、ヒットになった、先頭バッターを出してしまいました。バッターは2番、打ちました、取った、二塁を送ります。セカンドホースアウト、一塁、バッターは4番伊藤。さあ2球目は何か、2球目打ちました、ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。外が抑えて3アウト。石さん、各球場特徴があるかと思う。バッターは丸、昨日のゲームでは無安打に終わっています。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。アウトコース見送っています。アウトコースへのカーブはボールです。バッター、高い打球ライトへ、しかしこれは追いつくか、ライトが取りました。打順は1番に帰ります。バッター丸、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね、2球目打ちました。この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。さあそしてうちのボール打った、落ちた、ヒットになる、
レフト前ヒット。ジャイアンツさらにピンチが続きます。これでランナーは三塁まで。ここは厳しめのストレートで勝負して三振取りたいですよね。なるほど。インサイド打った。ショートが抑えた。二塁送球。これは際どかったが二塁アウト。ベイスターズ。さあ、そしてバッターボックスには丸が入ります。まあジャイアンツとしてはこのチャンスをものにして流れを引き寄せたいですよね。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが一打同点のチャンス。まあここでちゃんと同点にしておきたいですね。なるほど、そうですよ。この打球は大きな打球だ。切れました。ファウル。フェアならば同点かというところでした。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。一本出ればどう。西さん、ここで追加点を取ると取らないとではだいぶ余裕が違いますよね。いやもちろん。初球打ち、高く上がったライトが下がっていく。下がって入った。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。ジャイアンツ4対2。ピッチャーの代わり花の初球狙っていきましたね。はい。そしてベンチではチームメイトがこのポーズ、盛り上がっています。今のバッティングご覧いただきましょう。試合は大詰め。この追加点は存在感があります。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。これが初球。まず変化球で空振りさせました。次が2球目。ストレート打った。抜けていった。二塁ランナー三塁を回った。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。ジャイアンツ追加点6対2になりました。リードを4点に広げました。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いや、いい形でね、点を取れましたね。これからも試合を制したのは読売ジャイアンツです。西さん、セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対横浜 DeNA。 まずはジャイアンツの先発、どんな投球をしてくれるんでしょうか。西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入る。アウトコース打ちました。坂本アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている宮崎。昨日のゲームでは見事なホーセンターに抜ける。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。これはバットで見逃し三振。石井が打席に入ります。
2試合当たりが出て引っ張ったロペス1塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている丸。昨日のゲームはホームランを含む猛打賞を記録。次が4球目打ちました。セカンド取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。2回に入ります。ベイスターズの攻撃。バッターは打ちました。サード取った。アウト。ワンアウト。6番バッターロペス。昨日のゲームでは無安打に終わっています。まずはワンアウトを取っています。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは7番に入っているヤマト。2試合高め打ちました。ヒットになった。2アウトランナー1塁。8番バッターはキャッチャー峰井。ライト方向を流しました。これはどうだ。ジャイアンツピンチになりました。2アウトランナー2塁1塁。さあバッターボ2球目打ちました。この打球はフライになっています。取って3アウトです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあジャイアンツこの回は4番引っ張った。取りました。一塁そのまま入ってアウト。打席には5番バッター外。昨日のゲームでは無安打。三遊間抜ける。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは初球打ち。ジャイアンツチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあジャイアンツ打った。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。これが今シーズンの初ヒット。中間守備で来てますから。ストレート打った。ショート取った。二塁へ送球。二塁アウト。アウト。ダブルプレーでスリーアウト。ここは決めたかったんです。小宮山さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。いきなりファライト方向を流し一二塁間を破る。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。打順は3番。高めのボール。このフライはどうだ。落ちるか。ヒットになった。ホームに送球する。これで3試合連続安打。ノーアウト満塁です。ライトへ。この当たりはどうか。さあバックホームするか。さあ先制のランナーがタッチアップ。サードランナーがホームに帰ってきました。ご覧いただきましょう。先制点は犠牲フライで奪われて。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそう。流しました。これはどうだ。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪う。まあ次はボールゾーンに落ちて空振り。見逃しで三振を奪います。西さん、いわゆるキレのいい球とよく言いますよね。このキレ引っ張った。これはサードライナー。打順はトップに帰って石井。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。バッターボックスには2番丸。先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけど運がなかったですね。見逃し三振。バッターボックスは8番峰井。前の打席はツーシームをうまく打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあ追加点のラン。見逃して三振に。次が3球目打ちました。取った。二塁へ。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは坂本。バットに当たりません。三振。ワンアウトです。打順は4番平。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ピープルズ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打席には5番バッター外。まあ前の打席外れてフォア。ライト方向を流しました。これはどうか。今日もマルチヒット。2アウト2塁1塁。さあそしてバッターボックスにはパーラが1・2塁間掴ん
で3アウト。追い上げることはできませんでした。さあご覧ください。先小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが外れました。これが6球目。引っ張った、サード取った、セカンド送球、セカンドホースアウト。バッターボックスは4番伊藤。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。セカンドが構えます。石井が掴んで2アウト。打順は5番音坂。見逃して三振です。西さん、バッターも一巡してますんでそろそろボールに目が慣れてインサイド落ちました。これはどうだ。ピープルズアウト、ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の小川がバッターボックスに入ります。まあ勝ちたいという気持ちを打席でも見せてほしいですね。そうですね。アウト、ツーアウト。打順は1番に返ります。バッター石井、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウト、ランナーあります。アウトコース打ちました。セカンド取った、一塁アウト、スリーアウトです。回は6回の表、ベイスターズの攻撃。バッターは打ちました、高いバウンド、ショート前に来る、アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打のオースティン。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。見逃し三振、スリーアウト。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。6回の裏、追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターは2番丸。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。まあさっきは振って打ちました、高いバウンド、サードゴロ。宮崎丸、ヒットが出ました。ノーアウト、ランナー1塁です。打席には3番バッター坂本。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功、きっちり盗塁を決めてきました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけど。これでアウトを増やさずに空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。さあそして打席には平、ストレート打った、高いバウンド、ショートが抑えた、際どいタイミング、一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。リプレイでご覧いただきましょう。いや残念でしたね。繋がらなかったですね。ただ次は勝負強いバッターなんでね、期待していいと思いますよ。うちのボール打っていった、高い打球になった、ここはフライになっています。掴んで3アウト、追い上げることはできませんでした。さあ先ほどのシーンリプレイで。小宮山さん、ここは7回も続投、我慢、これはバット出ず三振です。ワンアウトです。打順はトップに帰って桑原。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ジャイアンツ、ここでさあマウンドに上がったのは井上、今シーズン初登板です。引っ張った、掴んで2アウトです。打席には2番バッター宮崎。前の打席打ちました、ショートが取る、一塁アウトで3アウトチェンジです。この西さん、1点が遠い展開が続いていますが、この回はよく見極めました、フォアボールです。さあ6球目は何か、ここも見送ってよく選びました、フォアボールです。ノーアウト一塁二塁。ここは併殺だけは避けた、送ってきた、右方向へ転がした、ファーストが抑えた、一塁アウト。バッターボックスには代打の菊田。ジャイアンツ手堅くランナーを送ってきました。さあ西さん、ここでまずは同点に持ち込みたいですね。まあせっかくね形作る、インサイド打った、サード取った、ホームに送球、タッチはセーフ、サードランナーホームイン、思わぬ形での得点、フィルダースチョイスで得点が入りました。ご覧いただきましょう、バッターとしてはラッキーな形になりました。まあラッキーな形、
が出ません。三振。ツーアウトになっています。ランナー二塁一塁は変わりません。さあ、そしてバッターボックスには丸が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは。改めてお聞きします。この丸、ストレート打った、高いバウンドになった、セカンドが抑えた、一塁アウトでスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。はい、さあ、マウンドを任されたのは中塚。今シーズン初登板です。2球目打ちました。坂本が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには4番伊藤。先ほど打ちました。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加、入った、ホームラン。5番に一発を浴びてしまいました。その差を引っ張った、ファースト取って一塁、そのまま入ってアウト。打席には6番バッターロペス。今日はまだアウトコース打ちました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。しかしこの回ベイスターズ、さあ、マウンドに上がったのは石田。今シーズン2試合目の登板です。前回2球目打ちました。伊藤、アウト、ワンアウトです。4番バッター平、今日はまだ当たりがありません。ワンアウト、ランナーなし。ショート取った、これで3試合連続安打。ワンアウト、ランナー一塁となりました。バッターボックスには5番ソト。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。走ってきた、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。見事に盗塁を決めた場面です。まあ、この足、この盗塁は大きいですよ。逃げ持っていった、これは大きいぞ、入った、ホームラン。外、今シーズン第1号の同点ツーランホームラン。この終盤、試合を振り出しに戻す大きな、ご覧ください、期待通りのバッティングを見せてくれました。同点です。まあ、ライト方向に持っていけるのが素晴らしいです。打った、これもいったか、伸びていく、とレフト見送った、勝ち越しのホームランです。ジャイアンツ、これで2者連続のホームラン。インサイドの難しいボールですけどね、見事に捉えましたね。はい、バッターボックスパーラ、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ジャイアンツホームランで勝ち越しています。これでマルチヒット、ワンアウト、ランナー一塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち、さあ、マウンドを任されたのは三上。今シーズン2試合、インサイド落ちました、取ってツーアウトです。バッターは途中からマウンドに上がっている中塚。ジャイアンツ、この回7人目のバッターになります。はい、バッターボックスには代打の益子。ジャイアンツ、この回7人目のバッターになります。5球目は何で来るか、外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。三遊間掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。小宮山さん、こういった競った場面の痛烈、これはどうか、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウト、ランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。さあ、この終盤にノーアウトでの同点のランナーを、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。右中間へ持っていった、ワンバウンド、ヒットになった。ファーストランナー、セカンドがマスを蹴った、ボールは中継、右中間へのヒット、これで3安打猛打賞。これで一塁三塁とされています。バッターボックスには代打のヒューマン。小宮山、打ち上げた、高い打球掴んでアウト。ワンアウト、ランナー三塁一塁となりました。さあ、そして打席には桑原が入っています。嫌なところで回ってきましたね。さあ、小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった、いい当たり、これは大きな打球、入った、ホームラン。桑原、こういう場面で高めっていうのは、まあ、投げてはいけないボールなんですけど。次が6球目、際どいが打ちました。ショートうまくさばいて2塁アウト、1塁転送はアウト、ダブルプレー。
先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面。最終回、サニさん最後の攻撃ということになりました。インサイド一二塁間を破る。これで2試合連続のマルチ。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。まあここまで来たらバッターだけに集中した方がいいかもしれません。これでアウトを増やさずにチャンスに持って外のボール打った。これは上がりすぎたか。この打球はフライになっています。抑えてワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには平入ります。打った、掴んだ、一塁へ、内野安打。これで3試合連続のマルチヒット。さあそして打席には外が入っています。さあチャンスが続きます。もう終盤ですからこのチャンスです。ランナースタート、セーフ、盗塁成功。バッテリーの、いやこれは大きいですよ。ストレート打った、高いバウンド、ショート取った、一塁アウト。ランナー三塁二塁はそのままです。ここはつなげておきたかったんですけどね。まあただ次が彼なんでね、ここはチームとしても期待がかかりますね。はい、空振り三振、前にボールを飛ばせません。試合終了。